人類が初めて経験した大規模な宇宙空間での戦争が地球連邦政府とジオン公国のものだった。人型機動兵器モビルスーツが実用化された1年戦争から10年弱、宇宙世紀0087、地球とスペースコロニーに住む人々の間の確執はくすぶり続け、彼らの魂は未だ地球の重力から解放されていなかった。黒いガンダム。ジオン残党狩りを目的とした連邦軍の精鋭特殊部隊であるティターンズはグリンノアで新型モビルスーツを開発していた。ティターンズの対抗組織であるエウーゴは新型モビルスーツを奪取すべくグリーンノアを襲撃する。その指揮を取り自らグリーンノアに乗り込んだクワトロバジーナ大尉こそかつての赤い彗星シャア・アズナブルが名を変えた姿だった。このスモッグならグリーンノアではなくてグリプスと言いたくなるな。なんだこの感じは。アムロ・レイ、ララースン。同じ頃ティターンズの基地にはグリーンノアの少年カミーユ・ビダンが拘束されていた。カミーユはティターンズのジェリドメサ中尉の言動に逆上し暴力を振るってしまったのだ。カミーユはエウーゴ襲来の混乱に紛れて脱走。新型モビルスーツガンダムマーク2を見つけると周囲の静止を振り切り乗り込んでしまう。学生を見れば反戦主義者だろって因縁をつけるくせにモビルスーツさえろくに扱えないんだから。あの MP、 あいつだ。俺を殴った許せないやつだ。親父のコンピューターからデータを盗み出しておいた。こいつ動かせるけど。こいつ連邦軍はいつになったらここが地球と地続きでないということがわかるんだ。僕が敵じゃないことを知らせなきゃ。痛さと怖さを教えてあげるよ。怖いだろう。ゲリド、乗っていないのか。こいつ。ロッチターンズの仲間だと勘違いしてるな。ふざけんな。こいつ、あのマーク2敵ではないな。そうだ、僕は敵じゃない。あなた方の味方だ。証拠を見せてやる。待てよ、貴様。ロックピットを開けるんだ。サムライト、お前を潰しちゃうぞ。了解、入るぞ。マーク2、信じられるようだな。脱出する、ついてこい。コロニー内でまだ仕掛けてくるのか。さあ、みんなは無事なのか。
つこいつこいつ消えろこいつこいつこいつマジを消えろ消えろついてこられるのかな？あ、大丈夫です、とても懐かしい感じがする。迎えの船は来ているはずだ。すまん、遅くなった。消えろ！っておい、敵だらけじゃないか。よし、アーガマで援護するぞ。あまり無理はしないでください、艦長。ハッハッハ、任せろ。こいつ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 。何、カミーユの両親を人質にマーク2の返還を要求してきただと？今の話本当なんですか？カミーユ君、待て。修正してやる。消えろ。修正してやる。なんであんなところにお袋がいるんだ。消えろ。こいつこいつこいつ。奪う気配を見せたらカプセル爆弾を狙撃しろっていう命令だった。こいつこいつ。こいつ修正してやる。消えろ。爆弾もろとも消えてなくなれ、バック2。何でもないのか。カプセルは爆弾なんじゃなかったのか。こいつだ、こいつだ、こいつがやったんだ。こいつ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 。貴様が母さんを。母さん、何を言ってるんだこいつ。殺すことは、殺すことはなかったんだ。しまった。こいつ腕が効かない。今の声はコロニーで俺を殴ったカミーユとかって女の名前の、あんな子供に。人質を取る非道なやり方を目の当たりにしたエマは、さらにティターンズがかつて毒ガスを用いて反地球連邦運動を鎮圧したことまで知らされる。冷たい言い方だが、
ティターンズというのはああいうものだ。そんなやり方を見ては、私はもうティターンズにはいられません。エウーゴに迎えられるエマ。その時エマがふと口にしたことから、話題はシャウ・アズナブルの件に及ぶ。カミーユ君は知っていて？知ってますよ、有名なんだから。でもあの人、一人で組織に対抗して敗れたバカなんです。正確な評論だな。3回後、レコアは地球降下の準備を始める。彼女はジャブロー偵察の任務を買って出ていた。地球に降りちゃうんですか、レコアさん。ジャブローって地球連邦軍の本拠地があるところでしょ。英雄号は大きな戦争なんてできないから、ティターンズの恩賞になっているジャブローを叩く。でも空からの偵察だけではわからないでしょ。勢力を拡大するティターンズに対して、エウーゴは大規模な反攻作戦を実施しようとしていた。大気圏突入。降下作戦のため地球へ向かっていたアーガマは、ティターンズの攻撃を受ける輸送シャトルを発見。カミーユたちはこのシャトルを救助した。シャトルの船長は一年戦争の英雄ブライト・ノアだった。そしてカミーユの幼馴染ファー・ユイリーまでも登場していた。ファーこそシャトルになんか乗っていたなんて。父さんも母さんもティターンズに捕まっちゃったのよ。ガンダムマーク2を盗んだカミーユのお隣だからって。僕を知っているってだけで、それがティターンズのやり方か。ティターンズの非道さに改めて怒りを覚えるカミーユ。同じ頃、クワトロラはブライトにエウーゴへの協力を要請していた。ホワイトベース時代の中佐の実績が今のアーガマには必要なのです。自分は2隻も船を沈めてしまった艦長ですよ、クワトロ大佐。私は大尉です、ブライトキャプテン。ジャブローにはティターンズを立ち上げたジャミトフ・ハイマンがいるといいます。それでジャブローに乗り込みティターンズを叩くというわけですか。最小限度の艦隊編成は組んだ。補給も引き続き受けられるよう手配をしている。その援軍全般の指揮はアーガマのキャプテンブライト・ノアが取る。了解です。かかるぞ。モビルスーツ発進用意。全周囲索敵を怠るな。一方、ティターンズもエウーゴの動きを察知、大気圏突入前に攻撃を仕掛けようとしていた。俺は重力の中でも浮いてみせる。なあ、エウーゴの連中は重力の中へ叩き落とす。突入を援護する。了解。降下部隊は降下予定地点へ向かえ。ジャブロー様、
地獄へ落ちろ。カクリ君、あなたに何を言ってももうわからない。避難状況を知らせ。こいつ修正してやる。消えろ。直ちに帰還しろ。大気圏突入は無理だ。こいつ、のこのこ出てきたな、アーガマ。こいつすまん、タイ。少しカミーユを手伝ってやってくれ。何言ってんです。大丈夫ですよ。大人の言うことは聞くものだ。こいつ死ねろ。マキレ貴様、そこから死ねろ。アーガマに戻れ。艦長命令だ。落ちろ。こいつ効かない。こいつロベルト、どうか。ロベルト機、効果開始する。こいつ待てよ、貴様。接近。敵のモビルスーツ隊です。丸腰のアーガマ、誰か援護に迎える者はいないか。私がちゃんとしてれば出撃して守れるのに。こいつ待てよ、貴様。消えろ。待てよ、貴様。消えろ。
高度上げろ。艦隊は脱出する。あれか、マクス。ついにアーガマに復讐できるぞ、ジェリド。やらせるぞ。だって、援護を任せろ。ここまでだな。重力の中へ叩き落としてやる。気をつけていけよ、カミユ。バリュードなしで持つものか。ハクリゴン、これ以上は無理だ。バリュードを展開したらこちらがやられる。待てだよ。いい、ジェリドメ、弱気な。そんなことじゃ撃てん。もう持たないと焼け死ぬぞ。オートマジックか。これではやられる。もっと離れていれば助かったんだぞ。アメリア。